いいね。30円じゃないよ。3円だよ。嘘がバレませんか？コストを10分の1ってごまかしが過ぎませんか？日本国民はボンクラだから大丈夫。それにすぐに忘れてしまうさ。我々は畳の上では死ねませんね。岸田も安倍も政治家は悪人ですね。電力業界のトップが電気料金を安くするには原発再稼働が一番だと訴えました。原子力の再稼働というのを私は早くして、これによって電気料金が化石燃料価格の上昇から影響を受けにくくなるということがやっぱり一番大事だと思いますので。電事連の池辺会長は、自らが社長を務める九州電力の場合、石炭などの発電コストは1キロワットアワーあたり16円だが、原発は3円で大幅に安く抑えられるとしています。朝鮮民主主義民共和国핵무기연구소상명대륙간탄도탄장착용수소탄시험에서완전상조선노동당